つもいねえだろ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。ふふふ、面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだ。じゃんけんぐん。を倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。ダメだ、おのれ。ギャリックホやめて開き直った。
喜びがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。他のやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。
海を、そして生きているすべてのみんな、このオラにほんのちょっとずつだけ元気分けてくれ。このまま握りつぶしてやる。
疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ごはん。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。